ではフラクタルの話をしていきたいと思います。こちらに右のページがあります。でまずフラクタルという言葉ですが、ここに自己相似形というふうにその言葉が出てきておりますけども、まあ、簡単に言うと自己相似で構成される図形幾何学と言って、いいと思います。でこれはマンデルブローっていうね数学者が導入した幾何学の概念で、今までのユークリッド幾何学とは大きく異なるものとなっています。で語源はラテン語のフラクタスということで、なんか部分とかそんな感じの意味らしいんですけども、図形の一部分が全体になっている、まあ、自分の中に自分がある、まあ、再帰的な定義というのも以前にも出てきたことあると思いますが、そういった仕方で書かれるもののことをフラクタルと呼んでいます。で、まあ、ここでユークリッド幾何学とフラクタル幾何学を比較して言いますと、まあ、直線とかコンパスで円を描くとか、まあそういう人工物はいわゆるユークリッド幾何学、正方形とか長方形とかですね、六角格子とかそういったもので、構成されることが多いんですけども、その対照的に、まあ、自然界の中にはそういう直線的なものとか、円で作られたものとか意外と少なくて、どっちかというとこう自己相似のもの、例えば海岸線ですか、これは拡大してみると海岸線の入り組んだ様子が、拡大するとまたそこに入り組んだ様子が見れるとか、まあ、樹木とかもそうですね、枝分かれの様子が細かく言ってみると見えるとか、そんな感じのものが多いです。でここでちょっと参考のサイトとして、このパターンに関して、自然界に見られるパターンに関する興味深い映像がありましたので、これ実はすでに何回か紹介しては、前にも紹介したんですけども、ここで改めてちょっと見てみたいと思います。私たちは日々の生活の中で様々なパターンを目にします。それらは誰かが綿密にデザインして作り出したものでしょう。では人間が作ったパターンではなく、自然界に見られるパターンはどうでしょうか。何を明らかにしていますか。雪の結晶について考えてみましょう。その小さな結晶は雲の中の水蒸気が凝結して氷になるときに生じます。結晶が形成されるにつれ、繊細で美しいパターンが現れます。ここがフラクタルになってますね。一つの結晶のパターンをもっと詳しく見てみましょう。結晶は枝分かれし、さらにどんどん小さく枝分かれしていきます。この自己相似性の概念を研究している数学者たちは、このように同じパターンがさまざまな大きさで繰り返される図形をフラクタル。これシェルピンスキーのギャスケットになっております、ね、他にも自然界のどんなところにこうしたパターンが見られるでしょうか。木にもある程度の自己相似性が見られます。木の幹から大きな枝が分かれ出て、さらに小さな枝へと分かれていきます。同様のパターンはシダの葉にも見られます。やはりフラクタルですが、少し異なる種類のパターンがオウムガイの殻に見られます。オウムガイは成長するにつれ、新しい大きな部屋を作っていき、古い小さな部屋を仕切りで閉じていきます。結果としてフラクタルの性質を持つ渦巻き状の殻が出来上がります。この螺旋のところにね、またフラクタルというのも登場する。まあ、自己相似な螺旋、この種の渦巻き状のパターンは自然界に多く見られます。台風の渦、浜辺の小さな貝殻、銀河の星の渦、ひまわりの種の配列などです。なぜ渦巻き状のパターンになるのでしょうか。ひまわりの場合、特定の、まあ、一応映像はここまでにしておいて、ぜひ各自で、リンク貼ってありますんでね、ゆっくり見てもらえればと思います。で、このフラクタルに関する説明はそのウィキペディアにも非常にいい説明がありましたんで、そのままリンクを貼っておきました。やはりこれね、フランスの数学者マンデルブローの話が出てきますが、彼が最初にフラクタルの概念を導入したんですけど、まあ、彼はそのマンデルブロー集合というちょっと不思議なこの絵ですね。これ複素数などを使って複素平面上にこうちょっとかける、まあ、ちょっと難しい概念ですけど、複素平面上でこういう図形が描けるんですが、これ自分の中に自分、ちょっとこう団子がくっ
ついたような形になっていますけど、拡大してみると自分の中に自分が出てくるんですね。同じようなのが出てきます。ちょうどそれがここにありますね。このマンデルブロのこの図形の拡大、このちっちゃな四角の部分を拡大してあげるとこんな感じになります。まあ、見てみるとこのちょっと下に、ね、出っ張った部分ですね、この部分がここになって、さらにこのちっちゃい部分を拡大してあげるとやっぱり同じようにこう図形が登場するというような感じ。これ2000倍するとこんな感じということになってますが、まあ、こういう特徴のあるものを彼は作りました。でここに載っているのは古法図形ですね。でさっきのビデオの中にも雪の結晶が出てくる話をしましたが、古法図形と言われていて、まあ、直線を3等分して正三角形を描いてあげる。その古法図形をこれは3つですか、3つ重ねてこんなふうに描いてるわけですね。でこれが雪の結晶に似ているというわけです。あともう一つここに出ているのはシェルピンスキーのギャスケットの例ですね。でこれはセルオートマトのところで出てきて、セルオートマトの中の現れる図形のうちの一つなんですけども、これは自己相似の特徴を持っているものと言えるわけです。まあ、こんな感じで、あとまあ自然界の中にもねいっぱい出てくる。これはロマネスコっていうブロッコリーの一種ですかね、その形状がフラクタルになっているとかですね、あとまあいろいろこういろんなちょっとことが載せられてますので、これはまあ一つ非常にこう興味深い分野ではあると思います。で、まあ、この授業ではね、この自己相似というアルゴリズムを使ってフラクタルの図形を描いていくことをするわけですが、その前にね、これちょっとフラクタル日よけっていう面白い応用例があったので、ここも参照しておきたいと思います。これはね、普通の日よけはまあ、いわゆるユークリッド幾何学で作ったような図形の日よけだと、まあ、影が普通にできるだけなんですが、この人はその樹木の形に似たフラクタル図形を描いて、これは具体的にね、シェルピンスキーのギャスケットだと思うんですけども、それを使ったまあ、ところ三角形のところが穴が開いているのがシェルピンスキーのギャスケットでしたね。それを使ったところもよりこう温度が下がる。で決して真っ暗になるわけではなく、光が適宜入ってきて、しかも温度もよく下がるっていうね、まあ、樹木の知恵とか書いてますけども、フラクタルは風通しがいいとかですね、なんかこれヒートアイアンとか、フラクタルの特徴を使うと非常にこう効率よくいい効率のいい日よけができるというそんな感じのこと、まあ、実際展示されている場所があるようですね。以前はね、そのお台場の未来館にもこれ展示されていたんですが、今はねこれどこですかね、そのここですか、これなんかライセンス持ってるって書いてますけど、場所は特には書いてないのかな。これ多分実際どっかに行けると思いますね。実際この研究は京都大学でなされているようですけども、まあ、会社ロスティという会社がライセンスを持っていることで、で、フラクタル日よけ、こんな感じで、これシェルピンスキーのギャスケットですね。で、結構効率のいい日よけであるということが、まあ、会社で説明されております。で、施工例とかいうのがあるんで、ここ見てみると、結構いろんなところでね、実際に鹿児島とかですね、東京ミッドタウンとか、まあ、いろんなところで、実際に作られているようですね。神奈川県もありますね。はいか。はい。ぜひ機会があったらね、行ってみるといいかと思います。これがどうなんだろう。じゃあ、愛川にあるということですが、実際ね、こんな感じになっておりますね。はい、面白いと思いますので、ぜひ、機会があれば、ぜひ見に行ってもらえればいいんじゃないかと思います。で、まあ、そういうことで、フラクタルの概念をご理解いただけたでしょうか。まあ、実際それをね、